はい、見てください。何それ、ダメじゃん。こうなるの、これはもうハックとして認めざるを得ないね、どうもこんにちは、ケビンです。どうもかけです。山です。アメリカでバズっているステーキをうまく焼く裏技試してみたい。ステーキ自宅で食べる時にどう焼くのがうまいんだっていう、はい、ところ結構悩むんですけど、ステーキ大好きアメリカではいろんなこうテクニックが日々こう生まれ続けていってると。そうです。その中でもこう最近バズっているものをこう試していこうじゃないかという企画でございます、はい、もちろんね、王道と言われてる焼き方ってあると思うんですよ。常温にしておくとか、はいはい、事前にアルミホイルに包んでとか、ね、あ、そうそうそう、あるよね。なるべく熱くしてから焼くみたいなとかね、まあ、そういうのはすぐ探せば見つかると思うんですね、はいはい、でも、TikTok とか YouTube とかに新たなやり方っていうのをね、がどんどん日々出てきてて、はい、その中で面白そうなの3つ用意したので、はい、それが本当に美味しいのか、やる価値はあるのかないのかっていうところを試していけたらと思います。その中で面白そうなものを選んだ。裏技と呼ぶにふさわしいものというかね、そういうことでございます、はい。ということで今回はですね、スーパーで買ってきた結構安めのお肉でございます、はい、100g あたり、まあ、400円弱ですね、はい、まあ、そのくらいのサーロインステーキですね。しかもあの3割引きになって、そうです、3割引きのやつで買ってきました、はいはい、そのくらいの肉って、うん、私も買ったりするんですけど、うん、美味しいんですけど、うん、やっぱね、まだ満たされないところがね、どうしてもあったりするんだよ ね、 そうだね。もうちょっとこう美味しくできたらいいのになってずっと思ってたの。やばいよマジで、うんうん、だから今回このハックでね、こういうなんか安いスーパーの肉でも全然満足できるようなやり方があれば本当に最高だなと思うんだよね、うん、確かに、うん、霜降りになっちゃうんだよね本当に。A5 ランクの A5 ランクになっちゃう、和牛になっちゃう、ね、なっちゃう、うん、骨がついた肉になっちゃう、うん、ティーボーンステーキになっちゃう。可能性にかけて、はい、ということで、はい、3種類あるんですけど、うん、これをね、まず2枚ありますよね、はい、これを4等分にして、はいはい、1つは普通の焼き方で、残りの3つはそれぞれハックをして、はい、食べていただこうかなと思います、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、一応常温にしてやります、これは、はい、それだけは共通でやっておきます、うん、はい、じゃあ早速1個目のハックよろしいでしょうか、はい、ドライミルクを塗る、えでございます。ドライミルク、ドライミルクを塗るんですね。ドライミルクって何、そういうのが、ね、あるんだよね。脱脂粉乳みたいなやつこと、そういうやつだね。なんかスキムミルク的な、大人のための粉ミルク、これ飲んでた時期あったよ。え、部活の時とか、あ、なんかね、そういうこと、要は栄養素がすごくしっかり入ってて、牛乳よりも脂質が少ないみたいなさ。美味しいのこれって、美味しいミルクみたいのじゃないの全然。あ、美味しさを求めてるんじゃなくて健康を求めてるみたいな。そうそうそう、だからそれを塗ってどうなるかっていうね。いや、あ、まあちょっとさ、な、後でさ、舐めてみようぜ、うん、結構ね、これはね、美味しくなるっていう、あ、そうなんだ、なんですよ、これバズってんだ。そうですよ、これが染みて霜降りになる。いや、来たいや、あるよ、マジで、あるよ、サシがめっちゃ入るとか、うん、これコーヒーとかに入れるとさ、うん、ちょっとクリーミーになったりするから、来た、クリーミーになるんだよ、うん、じゃこの、なんか、わかんないけど A0 ランク肉みたいなのが英語に何で、一気に C8 ランクの肉が C8 ってなんだよ。まずはこちらに、あの、普通に塩コショウやります。はい、はい、まずそうなんだね、先に塩コショウなんだ、はい、ヨーグルトかけたりするのあるじゃん。ああ、それ系なのかもね。なんか柔らかくするためにつけとくみたいなね、言うよね、うん、コショウはね、普通ですよ、はい、このくらいですね、はい、いいですね、粉ですね、で、ここにここに粉ミルクをいきます。ね、プロテインみたい。俺そのプロテイン代わり飲んでた。ああ、やっぱそういうポジションだ、うん、あー、あ、思ったより甘みがあった。そうだね、うん、薄いバニラアイスみたいな、うんうんうん、分かる分かる、業務スーパーのバニラアイス、うん、安いやつね。あの、こんなでかいバニラアイスやつね。これうまいね。美味しいね、これ。俺が飲んでたやつこんなね、そういうことかもね、こんなうまくなかった、昔の、いや、昔のそうそう、昔のけど別に、うん、美味しくないやつ、昭和の頃のやつ。そうだね、しっかりいきますからね。そんなにしっかりいきます。おー、すげー塗るね。しっかりいきますから。こんなに何か塗られてるステーキ初めてか。で、ひっくり返して、ひっくり返すというかね、残りのやつをしっかりつけたいから、揚げ物する時みたいなね。いや、ほんとね、もうなんかほんと衣っぽくなっちゃいそうだけどね、もはや。なんか焼いたらどうなるんだろう、ね、ムニエルみたいなさ、確かに、うっすらこう続きそうだけどな。これで以上です、はい、これだけ、これ以上、これで焼くだけ、あとは焼くだけ、そう、えそれだけです。
これ焼くのって最後一斉にやるの？そうしよっか。オーケー。どうなるんだろう。これ楽しみ。これ楽しみだね。全然想像できない。うん。てか焼けんの？この表面覆われちゃって。ね、確かに。でもこれめっちゃそのお湯とかにさっと溶けんのよ。そういえば。ああ。だからなくなる。確かにその油と一緒にこうね、なのかもしれない。いい感じになるっていうね。ちなみにこれは別に。あの置いておく必要はそんなにない。ない。もうすぐ焼いちゃっても別に。すぐ焼いちゃって大丈夫です。はい。続きまして。はい。トリュフオイルコーヒーブラウンシュガーでございます。あ？え？トリュフオイルコーヒーブラウンシュガー。はい。何をしようとしてる。この3つの組み合わせでございます。まあ100ポイズってトリュフオイルとブラウンシュガーはまあまあわかるとして、うん、コーヒーはコーヒーの味しちゃうでしょだって。ねえ。うん、霜降りにならんぜこれ今インスタントの粉でしょ、うん、どうやって使うのかっていうね。いやさっきの粉ミルクパターンで、ね、ってことはまぶす可能性もあるもんね。そうです。このまましますマジそれは美味しくないんじゃないか俺ねコーヒーめちゃめちゃ好きなんだけど、うん、それには反対ないこれバズってんだ。バズってる。そうなんだ、うん、あんた味見したか本当だよなまずは、はい、軽めに塩コショウをいきます。ここで軽めにするってことはさ、うん、他の3つの材料で味付けるってことでしょ。そう、うん、大丈夫。やっぱコーヒー味しちゃうんじゃない。なんならクソ苦いでしょいやそうよ、その元だからね要はね、うん、こういうねあの、うん、トリュフスプレーみたいなのが売ってまして。ああじゃあこれで手除菌して。そういや除菌はしてないですこれギットギットないからこれを直接もうだねやってもらえれば。いやここまではもういいよねとっても、ね、いやこれは美味しいよね、うん、多分、うんうんうん、あいい匂い。トリュフのいい匂いがしますね、うん、その霜降りにするとかじゃなくて味付けとしてうまいっていう、うん、そうだねそうだねことなのかな。そうだね、うん、で次にブラウンシュガー。ブラウンシュガー、はい、うん、2つまみぐらいかなこの片側で。このぐらいのサイズのステーキとしたら、うん、そうだね。コーヒーね、これは何か指定はあるのかな。ないです。特にない、はい、何でもいい。何でも何にも言ってなかったです。何にも言ってなかったです粉の結構細かいやつってこと。あのサラッサラの。そうだね。粒々っぽい感じの粉もあるじゃん。お湯で溶けるやつね。そう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 。じゃないってことだよね。そうじゃない、あのドリップブラウンドしたコーヒー。ああなるほどなるほど。っていう感じですね。分かる。俺もそのお湯で溶けるやつだったら、うん、100歩譲ってわかる。うんうんうん。これ粉だからね。お湯入れて、うん、これはこのまま捨てるんだもん。お茶のさ、うん、ティーバッグの中身。そう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 。ってことだよね。そういうこと。大丈夫か。こんな感じですね。なんか、うん、これをいやーマジかー。一つまみぐらいだね。あ、今回。そんなにめちゃくちゃかけるわけじゃないの、うん、これは、うんうんうん。まあでも結構あれだけどね、すでに大がもう一つまみぐらいですね、うん、こんくらい。これで出来上がりです。出来上がり。はい、これで完成です。大丈夫これが美味しいと言われてるハックですから。そうですよね、まあ、香りはいいよね。香りはそうだね、うん、あのトリュフの香りもすごいするし、うんうん、ね、まあ確かにトリュフの匂いとコーヒーの匂い混ざってもそんな嫌な匂いではない、うん、意外と今のところね、うん、そうだね。普通に焼いたのが一番うまかったで最後に、はいはい、ビールー。ビール焼く前に何かするとかじゃなくて、うん、焼くと同時にビールを入れるっていう。ああそうハックでございます。うん、体に入れる。体に入れるじゃない。そうですそうです。飲んだら何でもうまく感じるとかっていう話ではない。そういうことじゃない。そういうことじゃない。違う。フライパンに入れますよね。フライパンに入れる。そういい、幸せなハックだ。焼きながら飲んだらうまいっていう。それはでもマジでそうだと思うよ、ね、味をビール味にするんじゃなくてね、うん、クラスト、はいはいはい、ステーキのこの表面がカリカリになってるところ、あ、うん、あれでしょ、うん、それをすごく美味しくさせるっていう、ね、なるほど。たまにさ、うん、唐揚げをビールで揚げるみたいなある、あるよね、はいはい、いい感じになるみたいな。だ似てるかもね。そういうことなんだ。そういうなんか似たような作用があるのかもね。なるほどね。この3つをやっていけたらなと思います、はい、よろしくお願いします、はいはい、ビールのやつだけ液体でさ他のに進出しちゃうから。確かに。こいつだけちょっと別のフライパンで、OK、そこでこの3つ一緒にやっちゃえばいいかなと思います。ビールはね、良さそうだね。そうだね。あ、焼くときは聞いたことなかったけど、うん、揚げるときにビール使うみたいな聞くもんね。うん、うん、聞く聞く。薄く油を塗ります。はい。では、はい、焼きます。はい。まずは普通のやつからね。はい。次、ドライミルク。はい。次、トリュフコーヒーブラウンシュガー。ね。で、ビール入れますよ。はい。はい。で結構入れるね。そうなんです。うわめっちゃビールの匂いする。うわすげえ美味しそうだね。うん、うん、これひっくり返したらもう一回ビール入れる。大丈夫。あ、いいんだそれは、うんうんうん、
はい、見てください。めちゃめちゃこれ黒くなってます。何それ、ダメじゃん。それ成功してんのこれって。まあこうなるんだよね、まあ、そういうもんなんだ、合ってんだこれ、こうなるんだよね。見てください、このビールの方もだいぶぐちゃぐちゃになってますけど、これちなみに絶対焦げつかないフライパンでやってます。いやすごいな。そろそろこっちもいこうかな。こっち普通のやつ、うん、こっちがコーヒー入ってるやつ、はい、うん、やっぱコーヒーの部分が焦げてるっていうか、こう、そうだね、まあ元から黒いから分かんないけど、うんうんうん、こことかいい感じだね。はいはいはい、クラストがいいはずなんだけどな。フライパン側がクラストしてる。いやいやいや、これさ、なんかパンケーキみたいな、この粉物のあれだよな、ね、これ、うん、これ正解なの、これ正解らしいんだけどな。そうなんだ。フライパンが死んでるレベルで合ってんのこれ。あ、でもほらクラストもちょっと美味しそうなクラストができてるよ、ほらこれね。あー、ここで仕込んでもんかな。はい、はい、確認だけは成功してるんだよね、どれもね。まあ一応ね、一応ちゃんとやり方は合ってます。合ってるんだ、はい、たっぷり普通のやつが一番うまそうだ、ね、いや、マジでそう。普通、ビール、コーヒー、ミルク、なんそれ。完成でございます。完成なのこれ。ちょっとこれ切ってみたいと思います、はい、断面を見ていきたいと思います。まず普通のね、こうなんですね。うん、あ、いい感じ、ちょうどいい、うん、うん、とてもいい感じ、うん、こちらビールでございますね、うん、まあ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 、見た目はあんまり変わんないけどね。そうだね、そうね、クラストがいいはずなんですけど、クラスト、はい、ちょっとクラストは目では分かんないですね。コーヒー、コーヒー、うん、まあ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 、うん、うん、まあ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 、断面はどれもなんか一緒っぽいな、ね、ね、これいい匂いするね、これトリュフとコーヒーのいい匂いもする気がする。するね。ここまではさ、やっぱその表面が違うだけで、うん、中身はまあまあそんな変わんないだろうなって気はしたけど、うんうん、最後のやつはどうかわかんないね、これ完全に覆われちゃってるからさ、焼けてんのかな。ね、ドライミルクはこの感じです。まあちょっとこれのとこ気が遠いかもみたいな。そうだね、うん、でも、うん、火は通ってると思うな、うんうん、衣を取るとかじゃないんだ、このまま食べるんだ。ちょっとどっちもで、どっちもありてます、どっちもで、はい、どのぐらい取るかによって美味しさが変わるみたいなのもあるかもしれないもんね。そうだね、では食べてみますか。食べましょう。よし、まずは普通のからね。そうだね、いっていただいて、はい、一番この美味しそうなんだ。いやこれさ、美味しそうだよ普通に。この焼き加減とかめっちゃ良くないの。うん、うん、ちょうどいい、いい感じだね、うん、いただきます。いただきます。いただきます。うん、美味しいね。美味しい、うん、うん、美味しいけど安いステーキの感じがあるね。そう、うん、それはどうにかしたかったなって思ったやつはもうあった。そうだよね、うん、だからやっぱりもうちょっと美味しくなったら嬉しいね。うん、うん、まあ、ちょっと硬さあるね。そうだね、そうだね、そうだね、うん、ではまずはね、ビールの方から、はい、はい、言ってください、はい、これはどうですか、匂いとかは強くはないかな。ちょっと全然わかんないね、はい、はい、いただきます。ちょっと違うぞ、うん、違う、うん、俺どっちが好きかって言ったらビールの方だわ、うん、俺も、うん、ビールのがうまい、うん、ビールのがうまいわ、うん、これさ、何が足されてんだこれは。燻製とかと近い、こう香りがなんかちょっと追加されてるし、うん、あとなんかちょっとさ、油のとこが柔らかい気がする。わかる、肉が柔らかい感じするね、するよね、うん、間違いないのは、すごい焦げたじゃんあれって、うん、ビールがめちゃめちゃ焦げてあの焦げ感が嫌な感じじゃない感じで香る。確かに、あの見た目の嫌さ、うん、味には全くない。ない、それはそうだ。思ってたより全然良かった。良かった、うん。めちゃくちゃ良くなるかって言ったら、うん、そうだね。あれだけど。そうだね。うん、そのあの洗い物を考慮してまでこれやるかって言ったらやらないけど。そうだね。そうね。でも味は美味しくなってたな。そうだね。うん、続きまして、コーヒー、トリュフオイル、ブラウンシュガー。はい、お、匂いはね、コーヒーの匂いがちょっとなんかチョコレートみたいな匂いもなんか。ああ、でもさ、美味しそうな匂いじゃん。まあ、これそれはそうだね、確かに、うん、いただきます。こうなるの、うん、美味しいじゃないですか。美味しい美味しい美味しいじゃないですか、これ。苦くない、苦くない、うん、めっちゃ苦いの感じるじゃん、うん、苦くないよ、これ、うん、でもコーヒーの香りはする。うん、合うね、トリュフとコーヒー、うん、でもこれ、何も言われないで出されたら、うん、え、何この味って思うけど、うん、コーヒーだって分かんないかも。油の部分すごい美味しかったんだ。美味しくなかった。合うんだ、じゃあ、うん、やっぱこれ味付けとして美味しいっていうことだよね。そうだね、これ肉が変わるとかではないね、うん、味がうまい、味がうまい、うん、おしゃれ、なんか、うん、すごい、すごいわ。へ、なんか高そう。いや、高級感、そうそうそう、ある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 よね、高そう、マジで、うん、
食べ終わった後もずっと香ってるなんかが、うん、あんなね安い牛肉ゾアはちょっと、うん、そうね、味だけで言ったらだいぶ高級だね、うん、だいぶ高級、うん、これはいいハックだな、うん、そうだね、うん、これもうちょっといい肉でやったらそうだね、だからその元岡もないから、でも高級な肉でやったらもっとうまい、うん、すげーうまいから、うん、そうなるよね、うんうん、今日の出来栄え的にあんまり期待してなかったもんね。そうだね、見た目が結構ね、うん、微妙だからね、うん、全然大丈夫だわ、うん、うまいわ、じゃあ最後行きましょうよ、はい、ドライミルク、いやこれ来るじゃん、こいつ行ってみてください、オチに使おうとしてるやん見た目的にもかなり心配だしね、量は、うん、剥がす剥がさない調整してもらって、はい、じゃあまず剥がさないでいった方がいい、まずそうだね、何も剥がさずに全のせで、全のせで、匂いはちょっとね 甘さがある、ほんとだミルクの匂いするどっちも美味しいだもんね、ミルクも、そうねいやでもそうだ親子丼的な合わないわけはないよな、そうだよね、いただきます、いただきます、あーでも美味しいじゃねえかよ、これはあるわ、うん、悪くない、うん、これはあるあるね、うん、ていうかさ、肉が柔らかい気がする、柔らかくなってる気がする、うん、明らかに柔らかいよね、うん、うわやっぱすっげえな、すげえ焼き芋みたいな味じゃない、ちょっとするわか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 る、もしかしたらちょっと取るぐらいが一番いいかも、うん、全部ついてるとちょっと強いね、なんかね、そうだね、うん、ちょっと取るぐらいがいい、うんうんうん、ちょっと取るぐらいがベスト、あ、すごいこれうまいこれはもうハックとして認めざるを得ないね、うん、まず肉自体がに影響一番してるのはこれかも、そう思う、うん、柔らかくなってるよね、なってるね、うん、もしかしたらちょっと置いといた方がいいのかも、もうちょっと浸透させてね、うん、うん、って思うぐらいなんか肉が柔らかく感じる、うん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 、かつ味にも結構影響してるよね、やっぱこのしてるするね、この味が、うん、なんでって思うけど合う、うん、なんかちょっと振った塩コショウとかと、うん、合ってるよ ね、 なんかね、合ってる合ってる、うん、アメリカでさ、グリドル的な感じでさ、うん、ハニーをかけて、お肉とハニーをかけるみたいなさ、朝マックのやつみたいなイメージというか、フライドしたお肉と甘い系を混ぜるみたいなさ、うん、そういう良さも ある確かにね、うん、俺が一番似てると思ったのは、あの焼き芋の皮をちょっと食べちゃった時、うん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 、わかる、いやでもわかるわかるわかるあるよね、あの感じ、うんうんうん、そういうのは美味しそうじゃないですでもね、それがいい方のやつと思って美味しいじゃん、でも焼き芋って、うん、皮を食べちゃったとしても美味しいじゃん、いや、うん、そうか、そういうこと、あれいい方に働いてる方の焼き芋の皮焼き芋の皮じゃん、そう今回すごくない？すごいわ、こんな全部美味しくなったってすごいよね、確かに見た目は最悪だった、ね、本当に、あのキッチンでの絶望感から、うん、これどうなっちゃうのマジで失敗だわ、この企画はと思ってたけど火災報知器なるんじゃねえかと思ったもんね、マジで、うん、このじゃあランキング決めようよ、この OK4 つね、この4つ全部で、うん、同じ肉を調理した時にどれが一番美味しくなったかっていう OK、うん、じゃあ4位、はい、せーの、普通、おー素晴らしい、やだ正解、もう素晴らしいね、素晴らしい曲だね、これすごいね、もう下回ったのが一つもない、素晴らしい、素晴らしい、3位、はい、せーの、ビール、おお、ーマッチしてるね、揃うね、いや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 、すごい、2位いっちゃいますか、はいはい、せーの、コーヒーミルク、あ、ここで変わりましたね、俺ね、粉ミルク、うん、コーヒー、コーヒー、うん、はい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 、じゃあ1位が粉ミルク、粉ミルク、コーヒー、おー、いいっす、はぁ、じゃあどういうところで1位がコーヒーだと思う、いや、やっぱね、味がもう高そう、まあ確かに確かに、なんかうまかったな、高級な、それこそフレンチとかで出てくるっぽい感じがめちゃめちゃして、まあ好きだったかな、うん、ではその粉ミルクも良かったし、うん、革命が起きてる感じはしたんだけど、うん、まあ多分俺そんなにそのグリドル系のああいうのが甘い肉みたいなのが多分そんな好きじゃないから、なるほどなるほど、この2位1位になったかなって感じ、なるほど、なるほど、でもどっちもね、すごいなとは思った、普通に、うんうん、俺もね、味のすごいバランスで、うん、新しいハーモニーを作ったみたいなのはコーヒーかなと思ったんだけど、う
やっぱ肉そのものが柔らかくなってるみたいな部分が粉ミルクの方はあったから、うんうん、その加点がめっちゃでかいなと思った。確かに確かに。から粉ミルクの方を1位にした。確かに同じくだな、うん、やっぱこの表面的な味の違いじゃなくて、うん、その柔らかさだったりとかをワンランク上に上げたっていう粉ミルク、うん、まあ、それがすごいハックだなっていうのが1位になった、うんうん、確かに素晴らしいですね。いやいいね。アメリカすげえな。すげえな。アメリカのこのステーキハックたちすげえな。ステーキをうまくしたいという気持ちがやっぱすごいよね。相当いろんなもの試さないとさ、粉ミルクにいかなくならない、ならない。情熱がすごいね。すごい。いや、すごかった。いやー、うん、まさかの大成功ハックでしたね。すごいわ。素晴らしい。ぜひね。うん。まあ、ちょっとビールは総合的に見て、そうね。汚れすぎるっていうのがあるんで。うんうん、微妙かなと、うん、やっぱ1位2位の粉ミルクとコーヒーに関しては全然おすすめできる。いやー、ほんとそうだ、うん、ぜひお試しください、はい、ということでこの動画を見てアメリカのステーキうまくする裏技すごいなと思った方ぜひ高評価お願いします。チャンネル登録も合わせてお願いします。じゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。もう一つ入れようか入れないかで迷ったのが、うん、マッサージガンあるじゃん、うん、あれを焼く前にステーキにこれ当てることによって繊維をこのほどくんだみたいな言ってるやつがいて、全然バズってなかったんだけど3人ぐらいいたのそれ入れるかどうか迷った。それコメント欄めっちゃ批判されてそんなに言えない。